適性を持たない人間がドミネーターを所持できるか試した。それが第一の事件。ドミネーターで監視官を裁けるのか知ろうとした第二の事件。そして今回、公安を襲い複数のドミネーターを手に入れた。おそらく仲間に与えるため。つまりカムイの目的は一人では成し得ないということ。手に入れたドミネーターを一体誰に向けようとしているの？そしてあなたは裁かれるどころかドミネーターに認識すらされない。一体なぜ？ありえない事態が起こったなら疑うべきは二つだけだ。前提条件が間違っているか、それともあんたの頭がイカれちまったか。私だけが虚構にとらわれているならわかる。でもそうじゃない。カムイの存在はもう疑いようがない事実だが、ドミネーターは認識すらしない。マキシマともまた違う。免罪体質とも違う特殊な体質だから、この社会に認識されない。しかしそこには必ず仕掛けがあるはずだ。個人を徹底的に管理するこの社会の隙間をついた重大な仕掛けが。それは案外近いところに。